昨日急遽決まった、ちょっとあんまり詳細わかんないですけど、何でしたっけ？アニャズホーム。アニャズホームさんに今日は訪問しようかなと思います。どういう場所なんですか？アニャズホームさんは、まあ、貧困層の子どもたちに対しての、まあ、寺子屋を運営をしているところなんですけど、日本人のアニャさんという方が運営しているなるほどね、ちょっとイメージつかないですね。なんでその日本人の人がそれをやってるのか、結構珍しいです。そうですね、やっぱりあの特にね、あの若い方でやってる方は。若いんだ、はい。どんな人なんですか？まあ一言で言ったらギャル。え、ギャルギャル、はい、ギャルってあのギャルだ、あのギャルであって、あのギャルがフィリピンで AKA ネオギャル工場。あれさ、楽しみだよ。それでは最後まで見てよ。おっきいチャンネル。なんかちょっと行けば、ね、とかすごいですよね。あ、ほんとやば。今日は密着させていただけるということで、はい、行きましょうか。はい、大きいチャンネル。かわいい。え、アニヤさんが？あ、みんなで、あのスタッフと。ここは何が行われる場所なんですか？ここは恵まれない子供たちが指定する幼稚園をやっているテレコ屋を運営させます。どういう授業をやってるんですか、普段？普段アニヤさんホームでは必須科目が日本語、英語、パラパラなんですけど、パラパラなんですけど。いや、あの今真面目タイム。あ、真面目タイム。タイム、いや、いきますよ。日本語、はい、英語、パラパラ、パラパラ第3言語です。そうです、そうです。パラパラって言語でした、はい、言語です。僕らの知ってるパラパラと違うやつ。このパラパラです。はい、このパラパラです。めっちゃ面白いじゃないですか、それ。じゃあやりましょうか。
大きいチャンネル。じゃあ今からちょっと動画の構成をね、みんなで一緒に考えまして、動画を作っていただきたいというふうに思います。I want you to, talk on the video.Dream. Dream. Good one. Can you talk about your game? Okay? Okay? Okay, let's play. すごい優秀じゃないか。じゃあ、一人ずつどっかに立って食べてもらう感じにしよう。Here? Yes. Okay. So can you guys have a look at the camera? So the sunlight comes from his back. So his face is under the body. So this is not like best. If you use the light, see? It's a little brighter. Yeah. It's a little better. Okay. Remember always the natural sunlight is the best.Sounds good. Let's go. Who is going to be first? You? 今から編集のやり方を教えていこうかな。あ、自分の分自分で編集してもらおうか。うんうん、それいい。You guys have to edit your video by yourself. Okay. Okay. おすごい、うまい。うまかちょっとこれ僕全力で今から作るんで、ちょっとだけ待ってて。Okay. ちょっと選択遊んでください。Okay. 大きいチャンネル。Yes. ピカピカ。うん。Everybody, I just finished it. You guys wanna see? Hey, good job, everybody. Good job, everybody.ありがとうございます。What's your name? Honey. Honey, you wanna talk something? Yes. Okay. My dream is I want to be a nurse and I help people feel better. And my auntie said I help another people because and I help to my family, to the mommy to eat. Thank you. Thank you. Yeah. Let's go. Let's go. Your dream is being police.My name is Nathaniel. Your dream? Police. What do you like? What is your name? Police. Police. My name is Sierra. What is your name? Nurse. You study hard. Science. Easy or difficult? Science. My name is Fiona. What is your name? Teacher. Teacher. What do you like to teach? Math. Math. Do you like math?Oh, smart! Good, 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 good. Arigato Home! Yokoso! Do you know Parapara? No! What? Do you know Parapara? Yeah! 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 Yeah!大きいチャンネル。いや、わかんないよ。そう、なんか情報が多すぎて。ついてきないよ。じゃあ、まずは、ファーストステップ。Right hand. Eight. Make it up. Eight. And... left. Cross. Right. Left. ツンツンツンだこ。ツン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 だこ。
海外でやると思わなかったありがとうございます。今日あの一日通してアニューズホーム来ていただいて、最初不安しかなかったですあの登場した時はあやばいね大丈夫かなと思いましたけどめっちゃ楽しかったです。よかった。ちょっとじゃあ今から少しお話しますはいお願いします。おっきいチャンネル、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。急にありがとうございました。本当に最初は不安しかなかったみんなめっちゃ気になってるんですけど、どういう人っていうかねなぜこうなったの、書くのがいっぱいあるんですか分かるかな何がきっかけでこれを貼るんですか。きっかけは10歳の時に個人家庭を決めたんですけど、子供たちに夢なりみたいな、はい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 、あんな感じで決めたやつ。すげえ夢がなった10歳の時の夢をずっと持ってたんですか。そうですそうです。そうなんですか、はい、なんでそういう風に思い出したの。あのテレビ番組でもしも世界が100人の村だったらっていうのがやってたんですよ、はいはい、でそれ貧困に特化した番組だったんですよ、はい、私小学校からもう学校超嫌い で先生とかも本当に嫌だったしそういう生き方をずっとしてたのに、小学校5年生の時に他の国で同じ10歳とか9歳とかゴミを食べて生活してで、なんか私学校嫌いなのにその人たちは学校行ってみたいとか友達っていうのを作ってみたいとか言ってて、ヒカルさんマジ初めてえこんなやつ世の中にいるんだみたいな、確かに確かに、なんか私逆に変わってほしいんだけど学校行ってほしいんだけど代わりにみたいなレベルだったけど、なんか深くそれを中学校3年生まで調べてたんですよ。この世の中アンフェアなことめっちゃいっぱいあるやつがあって、差別とかアンフェアとかがめっちゃ嫌いだったので、それであの個人的よって決めて。なんでこのセブ？セブは17歳の時に、はい、実は私実家がアメリカで、え？そう17歳の時に行くことになってて、はいはい、読み書きが私本当に日本語も英語も全然できなかったんですよ。お母さんがフィジーとセブどっちがいいって言われて、セブって観光地って聞いてたなと思って、それでセブって言って語学留学、あの読み書きの勉強で、17年前ぐらいなので、全然今の発達してる感じではなくて、はい、工場とかも降りた瞬間に人中とかホームレスがいっぱいいて、私はセブ島マジでリゾート地だと思ったから、えもうマジでどうしようみたいな、はいはい、何をしていいかわからなかったから、その留学中にお金ばらまいてたんです。なんかそれが夜出かけた時に昼あげた子が麻薬をやってたんですよ。10歳ぐらい、うん、めっちゃブチ切れて腹立って、私は衣食住に変わると思ってあげたのに、でなんか麻薬に変わっとるしと思って、はいはいはい、意味わかんなくて回収して捨ててブチ切れてしかできなかった、はいはいはい、だけど年を重ねることによって、あいつらはもしかしたらお金の使い方を教えてくれる大人がいなかったんかなと思って、だから30までに帰ってきて施設を考えて一からちゃんと、ああそうですね、下でいただきます、いただきますそれを教えたくて施設をちゃんと構えて、だから難しいことやっぱり多かったですね、日本人がこう意識してそういうことをやるっていう、あ多かった、舐めてたんで資金もこんなかかると思ってなかったっていうの、継続的な支援、私最初自分のその余力というかお金で回していくんだったら 2,30 人ぐらいしか面倒見れないなと思ったんですよ。気づいたら最初一番初め183人来ちゃってて、そんな来んの、え積んだと思ってみんな腹減ってるし、みんななんか爪の中に黒いなんか物体入ってたがいなと思って、私潔癖だったからえ無理なんだけどと思って、ハグしたいんだったらまずシャワー浴びていこうって、はい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 、から始まった。どこら辺が一番大変ですか。やっぱり継続するのが一番大変なのと、衛生を保つのが結構大変、なんかその周りもこんなような感じだから、はいはいはい、昨日雨降ったじゃないですか、1、2ヶ月ぶりぐらいに降ったんですよ。あそうなんですか。で水不足でこの地域多分2、3週間ぐらい水なかったの。消防車みたいな人が来てくれて、はいはい、そこに水配給来てくれるから、うちも水持ってもらい行くみたいな、水道代払ってるのにそれプラスでまたかかったりとかするから、予期せぬことが起こったりとか、確かにそれ日本じゃ考えられないです。考えられない、普通に考えたらそういう生活って、うん、いいか悪いかで言うと別にそんな良くない生活じゃないですか。全然良くない。なんかそれでもなんかやり続けるのなんかみんなやめそう。えだって命関わってる感じ。実際そういう現場を目撃した、目撃してます。本だったら死なないような病気でも栄養不足のためとか環境、水が悪かったりとか消毒になっちゃったりとかして死んじゃうから、そういう衛生面をすごく気をつけなきゃいけない。でもなんかあれっすね、ちょっとたくましいっすね。たくましいよみんな、ね、言葉を変えて、うん、確かに生きる力は半端ないと思います。みんなが楽しくハッピーに生きれたらいいなっていうふうに思ってます。楽しいんだな。みんなめっちゃ楽しそうでしたね。え、楽しんでたじゃん。
めっちゃギャルなんだからなんかでもこういう動画とか見てなんかできることないかなみたいな、うん、感じてくれてる人なんかいる、うん、どういうのが一番助かるんですか。150人いるので食費がすごくかかるんですよ。食費もかかるし、はい、今寺小屋なので寝泊まりができないんです。まだあそっか、路上とかで生活してたりとか来ていただいた道とかのお家とかあったじゃないですか。ああいうのところで生活してるので、正直麻薬もはびこってる地域なので、大人から強いられて売らされてる人もいるから、うん、すごくこうなんかアップダウンというかね、情報が多すぎて、まさかこんなところにジャパニーズがこうやってやってくれてると思ってなかった。いやでもすごい光栄ですよね、こういうの知れて。日本人としてこらしいやっとまたね、できることあるから。いろんな支援の方法でよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。おっきいチャンネル。なんか不思議な気分になりました。そうですね。でもなんかちょっとハッピー、うん、僕は今。みんな笑顔です、うん、本当に。今回のフィリピン旅、ケンタロ君なんかナイスチョイスのなんか最初ね、あのグワーン上げて最後そっち行くんかいみたいな。確かに確かに。すごい。悪くなかったでしょ。方向転換、いやめっちゃ悪い。まあ、改めてやっぱり日本人で生まれたってことのどれだけまあラッキーだったのか。そうだね。まあ逆に言うと僕のこの世間知らずさ、結構今の時代ってさ、携帯とかでいろんなもの見れるから、うん、なんか僕は実際現地に行くことってそんな意味あるのかなって思ってた。現地でも入れるやんみたいな感じで思ってたけど、うんうんうん、あやっぱこんな変わるかって全然違うね、うん、まあ、思ったんで、なんかちょっとでも興味ある人はね、もしかしたら行ってみるとなんか新しい気づきというかね、気づきになるかもしれないですね。なんかあれっすね、こんだけ僕たちもいろんな人優しくてもらったら、これは僕たち誰か返さないとみたいな。そうだね、本当に、ね、フィリピン留学おすすめですね。いやおすすめですよ。フィリピン留学かフィリピン旅行か、まあ、その人次第かもしれないですけど、うん、こういうのを知ると日本に文句言ってる自分ダセーなって思うんですよ。いやマジでそれ、こんな恵まれた国に住みながらそれに文句言って自分が何もしないっていうのはちょっとさすがにナンセンスすぎるなっていうのを気づいたんで、うん、まあ、僕もねだからまだまだです、頑張らないと思いますね。頑張りましょう、頑張りましょう。なんかあれですかね、あのデンマークのことクビにさせようとしてるなんか頑張りましょうとか言って頑張りましょうとか言って、ここまでフィリピン編セブ編ですね、うん、楽しんでいただけましたでしょうか。多分今回は本当にらしからぬめちゃくちゃ勉強になる部分が、うん、いっぱいあったと思いますのでね、うん、感想を書いていただければ嬉しいです。あとね、あのこういう引き続くオーストラリア編とか、もしかしたらオーストラリアの近くの国で、うん、ついでに行っちゃえみたいな編もあるかもしれない。あるそういうのがあればコメントをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。